皆さんこんにちは、エルザです。今回は前衛でやりたい背中管理について紹介したいと思います。前衛武器を使っていると前の敵の処理が多くて周りを見るって結構難しいことだなと思いますよね。せっかく前に出たとしても敵に囲まれることが多いから忙しくて味方を見る余裕がなかったりっていうこともあると思います。そこで今回は前衛でも前だけではなく背中も管理して生存とキルを伸ばす方法について紹介をしたいと思います。意外と余裕があるからするというよりかは意識で変えれる部分でもあるので気になる方は最後まで見てもらえるといいのかなと思います。それでは実際にプレイ動画を流しながらその強みと紹介できればと思います。早速いきましょう。それでは1試合目見ながらやっていきましょう。まず1つ目、前も大事だけど後ろも大事っていうことです。まずは前を見ることが危険っていうことを話していきたいと思います。基本的にスプラのタイミングにおいては正面にお互い構えて対面をし合うっていうのは理想ではあります。まあこうなるとね、射程差で勝てるかどうかっていう話になってくるんですけど、スプラはちっちゃいマップというかちっちゃい場所が多いので、前だけでなく前倒した時今みたいに横から来て挟まれるっていうことがあるんですよね。まあ、こういったことを考えると正面ばかり見ているだけでは危険な状態になるってことが多くあります。特に足場が取られている状態とかになるとすぐ囲まれてしまいますね。なので敵は前ではなく横後ろから来るっていうことも覚えておくことが必要となります。本当これ大事ですね。で、正面で対面をしないっていうか、一番やられる原因って正面で対面することよりも横とか後ろとかその奇襲受けた時が一番やられやすいんですよね。でここもちょっと正面いるの分かってるんで待ってるんですけど、まあこういう時は裏を取られる心配はないですよね。自分が行かない限りはね。なので今みたいなシーンだったら必要ないんですが、初動のシーン、ああいう時には気をつける必要があるっていうところがあります。で試合を見ながらちょっとやっていきたいんですけど、ここからちょっと配合を意識したものをやっていきます。ここは味方とハトの位置できたんで、自分が後ろを取った形になりますね。今みたいに対面の方がやっぱ倒しやすくて有利なんですよね。で、ここカウント稼ぐんですけど、基本的には正面でみんな構えて対面して、で、危ないなと思ったら横とか、ここで味方が来たんで横挟んで、自分もぐるっと回ります。結構同じ画面敵正面捉えるんですけど、敵からするとぐるぐる敵が回ってくるんで前だけじゃないんですよね。いかに左右後ろを取られないようにどう動くかっていうのが大事になってきます。でここも一回後ろ来てるなと思って後ろ行ったんですけど、キルが取れなかったんで失敗っていうシーンですね。なんだけど今みたいなシーンでもし後ろを見てキルが取れていれば試合が有利に進みましたよね。まあそんな感じで正面だけずっと見とくんじゃなくて周りを見ておくってことはとても大事です。で特に取られたら危ない背後を見るっていうのが大事になるわけですね。じゃあこの背後を見るというところで、またメリットについて話していきたいと思います。まず一つ目、背後を見ることのメリットとしては自分の背後を取られることがなくなるっていうのが大事です。自分がどういったシーンでやられるかってことを覚えることがまず必要なんですが、基本的にスプラの対面不利とかきつい時って背面からやられることが多いんですよね。今みたいに、まあ、敵の背面たまたま取れましたが、あれを自分がやってるとしたらどんなに頑張っても後ろ取られるんで厳しいですよね。あんな感じで背後を取られることをなくすってことは大事になります。まあ言ってしまえば自分がやられやすい状況を消すと思ってください。そのためには背後を取られることを減らすってことが一番大事になってきます。まあ、大きなメリットですよね。まあ、敵陣に攻め入れば攻め入れるほどこれは効果が大きくなります。続いて2つ目のメリット、味方のカバー管理ができるようになると。基本的に前衛武器っていうのは前に出ますので、敵が何かしら前か横か後ろかどっかにいると思います。まあ、360度どっかいるはずですよね。ってなった場合、正面の敵を倒しました、よしこのまま前に出ようっていう流れはいいんですけど、こういった時に例えば味方が後ろで対面してるのに気づかなかった場合、まあ、潜伏している敵がいたとかね、そういうので気づかなかった場合なんですけど、
後ろを気づくためにはどうするのかって言われると、自分が後ろを見るしかないんですよね。味方がカモンとかしてくれてそれに反応するとか、いろいろ考え方ありますが、まあ、そういった方法が必要になってきます。なので自分から味方のカバーをするために後ろを見る、背後を気にするということをすると、より対面のカバーがしやすくなるというわけです。まあ、そういう意味で味方のカバー管理ができるよというところになりますね。よくあるのが、せっかく前にガンガン出ていってめちゃくちゃいいキル取ってるのに、中央とかを全く気にしない前衛さんがいた場合、帰ってこないですよね。でも中央は取られてる、なんならその中央を抜けてきた敵一人に後衛が全部やられて試合が悪くなるっていうこともあると思います。こういうのはやっぱ背後を見てないからっていうのがありますね。味方を管理するというか、自分の後ろがどういう状況なのかは常に把握しておくのが大事なので、そういった意味ではこの後ろを見て味方をカバーするっていうのは大事なことかなと思います。で、続いて3つ目のメリットなんですけど、味方と挟み撃ちができるようになります。まあ、先ほど話した後ろを見て挟み撃ちするっていうところ大事なんですけど、今みたいにぐるぐる回って背後取りましたけど、あれうまくいけば挟み撃ちできてるんですよね。で、味方との挟み撃ちができるっていう状況でいうと、イメージとしては敵がいて味方が戦ってて、その反対側に行ってキルを取る、これが挟み撃ちかなと思うんですが、まあ、常にそういう動きって、ね、横並びじゃないとできないので、実際はこんなシーンになると思います。自分が前でキルを取って敵がいないな、でその状況で後ろを見た時に味方と敵が戦ってると、でそこに対して火星に後ろに行くと挟み撃ちができるっていう風になります。こう考えてみると、挟み撃ちの仕方って実は自分が前でキル取って安全取ったら後ろを見ようで挟もうが一番理想的ではあるんですよね。自分は前から潰されることはないですし、後ろの味方は前に行った味方が火星に来てくれるんで、挟み撃ちをしやすく対面的にも有利になりやすくなります。まあ、こういったことをすると結構ね、後ろを見ることの大事さというか、カバーのしやすさも分かりやすくなるのではないかなと思います。まあ、そういったことを考えると背後を見るメリットがとてもあるんじゃないかなと思いますね。それでは続いていきたいと思います。続いては背後を見るタイミングについてです。まあ、ここまでね、背後を見ましょう見ましょうって言ったんですけど、背後を見るタイミングっていうのも紹介したいと思います。まずはキルを取った後っていうのが大事ですね。先ほど話したようにキルを取った後っていうのは自分の周りの安全が確保された状態となります。これはね、多分イメージしやすいかなと思います。で、敵がいないから自分たちは前に突っ込むわけですよね。そこの場所が安全だから前に突っ込めるわけで、まあ、そういった流れを考えた時にキルを取った後に一回周りを見るっていうことをするのは大事なこととなります。後ろを一瞬見て味方が対面すればそこで挟み撃ちしてキルが取れるわけですからね。まあ、そういった意識をするとタイミングが取りやすくなります。で、続いてもう一つは結構大事で、自分の周りに敵がいない時に後ろを見たりとか背後を見るようにするといいです。これよくあることなんですけど、意外と自分の周りに敵がいない時って角に隠れて潜伏とかしがちだと思うんですよね。でもこれってあんまり良くなくて、敵を見てるようで見てない状況となります。で、それはなぜかっていうところなんですが、自分がキル取って例えばその周りに敵がいないな、潜伏しとこうっていう時って、自分のイメージとしては前から来る人しかイメージしてないんですよね。で、そうなってしまうと後ろを見るとかのレベルとかそういう話ではなくて、前しかもう集中してないんで背後を見るっていうか味方の管理をするってこと一生しないんですよ。そうなると結局は前衛で何も敵がいないところで陣取ってるだけっていうところになるので、あまり役に立たない動きとなってしまいます。なので背後を見るタイミングとしては1キル取った後、または自分の周りに敵がいないときに周りを見て様子を見てあげるっていうのが大事になります。意外とこれをできるかどうかで大きく変わりますね。めちゃくちゃ対面上手なんだけど前に行って帰ってこないとか、もう自陣でカモンして敵来てるんだけどと思っててもなかなかね、対面で勝てない理由というか試合が進まないのがこういったのが理由だったりもします。では残り時間もありますんでね、この試合見ながらどんな感じで背後を取っていくのかとか対面の仕方っていうのを見てもらいたいなと思います。
まあ、結構ね、さっきまでのアサリの試合の方はね、対面的には横とか後ろを見るってことをしてたんでね、ちょっとここはまた難しい感じになるんじゃないかなと思ってます。まあ、ここカウントリード取られましたね。ここは相手が上手だったね。寿司さんがしっかり当ててきたね。まあ、試合展開としてはかなりやばい状況なので、まあ、とりあえずカウントを1回でも止めて有利に持っていきたいという流れです。ここラッキーで取れましたね。まあ、ここからまあ勝たないといけない試合なので、ここからしっかりとガロンのメインとかね、前衛の仕事をやっていきたいところなんですけど、基本的にはシールド置いてこうやって構えます。でやっぱ後ろからこうやって回ってくるんだよね。でメガホン使って敵を出して攻めるタイミングですねを見てます。結構ね、相手さんがガンガン来るんで背後を見るっていうことはしないと試合的に辛くなる状況っていうのを考えながらやってます。なので結構手前処理優先でやってますね。まあ、背後見るタイミングまではじっくりと見ていきましょう。まあ、この辺りね、さっきと同じでちょっとずつちょっとずつ当てながらっていうところなんですけど、なかなかキルが取りきれない感じです。ウルショも来るしね、なかなかねカウントも進めたいんだけど進めきれないっていう状況です。で、まあ、前衛なんで前に出てしっかりと相手を抑え込むことをします。で横から来るだろうなと思ってたんで、こんな感じで左側を抑えに行きます。でもなかなか正面がね突破できないというところですね。まあ、これでハエドラを処理できたら一番いいんだけど、右やられたんで右見ました。でちょっと左警戒してるんだよね。でもハエドラの弾が当たったんでやられます。まだまだ試合としてなかなか動かしづらいような状況ということですね。こうなってくるとね、背後動向というのが難しいというところです。ほぼ一発だったまあまあなかなか厳しいね。そこいるの分かってるんで、ここあえて横見ます。来るんですね。でここでワイプアウト取って、まあ、全員上がるんで、まあ、矢倉を乗りながら進めたいなっていうところなんですけど、まあ前出てる味方がいるんで、自分はこの時考えてるってこととしては、とりあえず今みたいに裏取りに来た甘えであったりとか、味方がやられて挟み撃たれたところに対して先に牽制します。正面取ったら必ず後ろ見てますよ、ね、さっきのハイドラが来てないかみたいな。でここ一旦落ち着いて、でも正面から来るのしかもイメージとしてないんで、ここはここで前に出ます。味方が倒してくれたんで次横みたいな。で次反対見るでしょ。こんな感じでその後ろを気にするっていうか、見た側の対角線を見るようにして動くと、まあ、さっきみたいに一応カバーできます。まあ、今回味方がねスペシャルが刺さったりしたんで、そこのシーンはあんまなかったんですが、先に紹介した2試合とかも同じように見ておくと、キルを取った瞬間反対側を見るので、その癖をつけるとやりやすいのかなと思いますね。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、できればチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。